ジャック・ニコルソンは、斧の扱いがうまい。ジャック・ニコルソンは若い頃、ボランティア消防士の経験があり、数多くの訓練や実際の救助の経験から斧の取り扱いに長けていた。映画、シャイニングのドアを破壊する有名なシーンにおいて、当初は撮影用の壊れやすいドアを用意したが、彼があまりにもうまく斧を扱い、短時間で簡単にドアを破壊してしまったので、通常よりも頑丈なドアを使うことになった。ちなみに、 撮影で実際に使われた斧はオークションで17万5000ドルで落札された。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。